逃げちゃうかな。あー潜ってっちゃった。ここはですね、深さ50センチ以上の深い穴になってるんですけれども、どうなっちゃったかな。あ、出てきた出てきた。さすがにちょっと深すぎたのか出てきましたね。また入っちゃいましたね。こちらのクサガメはですね、先日田んぼで捕まえてきました。同時にザリガニも捕まえてきたんですけど、食べられてますね。先日この池の中空っぽになってたんですけれども、糞をしてこのような状態になっています。かなり未消化の状態で出てくるんですね。やっぱり殻の部分は消化しにくいんでしょうね。こんだけ残ってお尻からポロポロっと出てきたみたいです。先日ですね、水の入れ替えをしました。で、入れ替えた後にこのようにザリガニの殻が出てきてるんで、これは紛れもなくこのクサガメの糞です。もっと完全に消化できるのかと思ったんですけど、そうでもないみたいですね。はい、ということで今回こちらのクサガメなんですけれども、捕まえてきた時にある異変がありました。体の至るところにですね、寄生虫がついてたんですね。その名もヌマエラビルというですね、非常に低体温性のあるヒルで、マイナス196度に一度凍らせても生存していたという記録があるそうです。ちなみにマイナス80度だと半年間以上も生き延びたという記録があるらしいですね。ちなみに今ここについてますね、ヌマエラビル。このヌマエラビルはクサガメとかニホンイシガメに寄生する寄生虫みたいですね。捕獲してきた時には結構ついてたんで、かなりピンセットで無理やり外したんですけど、まだこのように残ってました。見えるかな、こんなところに小さな寄生虫がついています。で、こんな小さな寄生虫なんで、もう体中のね、至るところについていると全く駆除しきるというのは難しいんで、ちょっと今回はある方法を試してみたいと思います。で、ちなみになんですけれども、この甲羅のこの辺りですね、これもヌマエラビルの卵がびっしりとついています。ちょっと見づらいかもしれませんが、ここですね、ザラザラザラっとボツボツボツっと卵が張り付いています。で、なぜこれをねやろうかなと思ったかというと、昨日、ワニさんがですね、オスにカメをつけてこの寄生虫を駆除する動画を公開していたんですけれども、約1時間くらい、カメを10倍に薄めたオスにつけて、駆除していたんですけれども、今回はこのヌマエラビルに直接現役のオスをつけてみるとどうなるのか見てみたいと思います。はい、ということで現役のオスを直接振りかけるとどうなるのか見てみようと思います。結構ね、見えてる寄生虫を引っ張ってもなかなか取れないので、オスを引っ掛けてね、どうなるのか見てみようと思います。それでは現役のオスを振りかけていきます。よれ、それ、それ。特に今のところこう慌ててうごめくとかそういった様子はないですね。どちらかというと小さくギュッと固まったように見えます。ちょっと触ってみましょう。それ。あ、お、この間取ったよりは簡単に取れましたね。試しにもう一匹やってみましょう。それ、あ、これは確実に効果が出てます。前回はですね、引っ張っても引っ張ってもなかなか取れなかったんですけれども、今はちょっと引っ張るだけで簡単に取れてしまいます。現役のオスはかなり早く効果が出ますね。ここについていた大きな3匹と小さい1匹はこれで取れました。現役のオスはやっぱり強いですね。簡単にヌマエラビルを取り外すことができました。とはいえ、ただですね、見えてる寄生虫はこれで取れるんですけど、やはりね、体中にいろいろなところについている可能性があるんで、それは今から亀にね、あまり負担のない10倍に薄めたオスで、除去しようと思います。はい、こんな感じで10倍に薄めたオスの中につけておきましょう。亀は爬虫類で肺呼吸なんで、こういうね、10倍に薄めたオスにつけても特に呼吸には問題ないんでね、大丈夫だと思います。ちなみにこのクサガメはですね、今とある YouTuber の方とコラボが決まっていて、その手土産として持っていこうかなと思っています。
その YouTuber というのがですね、晴れのち山ライフっていうチャンネルをやっているとしろうさんという方で、主に狩猟関係の動画をアップしています。僕の中ではイノシシを池に投げ入れる動画なんかが結構印象的ですね。イノシシを捕獲して内臓抜きをして冷却と熟成を兼ねて池に投げ込んで2日間くらいね置いておくんですけれども、その時に豪快にイノシシを池に投げ入れるんですね。そんな動画が結構印象的だったりして、まあ、他にもいろんな動画上げてるんで、ぜひね、よかったら皆さん見てみてください。具体的な日程は決まってないんですけれども、今度コラボをすることが決まってるんで、その時にはね、何か一緒にやりたいなと思っています。その時にこのクサガメは手土産として持っていこうかなと思っています。すごいクサガメが脱走しようとしています。頑張れ。頑張れ。もし出たらすぐに捕まえに行きますが、頑張れ。すごいすごい、頑張れ、出れるかな。もし出たらすぐに捕まえに行くんですけど、なんとなく応援したくなりますね。はい、ということで約1時間が経ちました。これでね、おそらくもう全てのヌマエラビルが死んでくれてると思います。ワニさんの動画ではね、1時間つけておいたらその後簡単に取れて、しかもね、そのヌマエラビルは全く動かなくなっていたんで死滅していました。まあ、なんでね、おそらく全てヌマエラビル死んでくれたと思うんで、おそらくね、見えてる範囲では今いないんですけれども、どっかついてたとしても、死んでると思うんで、まあ、脱皮の時とかね、あとは動いてる最中にポロンと取れてくれると思います。ということで、この子はここでしばらく手土産になるまでの間過ごしてもらいましょう。本当はね、こっちのビオトープに入れたいなって思ってるんですけど、ちょっとね、この土手が低いんで亀だと逃げちゃうんですよね。なのでしばらくの間、このクサガメにはここで過ごしてもらいたいと思います。これでね、寄生虫もしっかり綺麗になったと思うん でこの背中の甲羅の部分にあるこの寄生虫の卵はあえてこのまま残してみようと思います。オスにつけただけでね、どう変化するのか、観察できればと思います。なんかもうそろそろ脱皮しそうな感じがするな。もしね、これ脱皮してしまえばこの卵取れちゃうんでね、それはそれでいいかなと思います。はい、ということで今回の動画はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。クサガメちゃんお散歩中でございます。頭隠して尻隠さずとはまさにこのことですね。お尻が見えています。よいしょ。